農産物の収穫体験が楽しめる南淡路市の農業公園では、秋の味覚さつまいもの収穫体験が始まっています。玉ねぎをはじめ、いちごやトマトなど様々な農産物の収穫体験ができる淡路ファームパークイングランドの丘では、さつまいもの収穫シーズンを迎えています。こちらで栽培されているのはシルクスイートという品種で、焼き芋にすると滑らかな食感と強い甘みが出るのが特徴です。一株で3個から5個ぐらいのさつまいもが収穫でき、1つ300グラムから500グラムが平均ですが、大きいと1キロほどあるものも取れるという。この収穫体験は今月下旬頃まで行われていて、収穫したさつまいもは1株400円で持ち帰ることができるということです。